皆さんこんばんは。<ー>えー、あいいですねこの返していただけるのものすごく緊張しますねこれ、えー。今ご紹介いただきましたウェルカムディーデルーカですとかそれからシボネとか、えー、ジョージーズとか、えーまあ、主にはお店の形を通してですね、えー、食とデザインを軸に毎日が少しでも楽しくなったり豊かになったらいいなと。 えー、そんなことをお届けしている、えー、そんなグループの代表を務めております、えー。最初にあの、僕にもコンプレックスがありまして、ありましたって言った方がいいですかね、えー。今日皆さんコンプレックスの話があったんですけど、実は僕もコンプレックスがありました。僕にとっては大きなコンプレックスでした。それはですね、皆さん今僕見えます まあくちっちゃくくて見えないとかよよ言われるんですよ生まれた時からとにかくちっちゃくてあの本当にそんなこととかいうふうに思う人も特に背の高い人は思われるかもしれませんけど、まあ、見える世界全然違いますからあの小学校出る時でも130センチないぐらいですかね、えー、本当に、まあ、クラスで一番前これはもう当たり前なんですけど うん、もう本当に小さくてであのなんかね小学校の時ってかけっこ、えー、したりとかまあ、えー、野球やったりとか何しても,も勝てないし何、えーえーね、かあるとこう目立たないし、えー、残念ながら勉強もできなかったんでなんか女の子にもモテないしなんか冴えないなみたいな。えー そんな、あの、自分のなんか、あの、自分の取り合いがよくわからない、えー、もやもや、えー。そんな自分の人生を,を変えてくれるような、そんな感性の気づき、えー、そんなお話を,を今日はさせていただきたいと思います。本当にあの、すごい悔しかったんですよ。あの、基本は負けず嫌いで、多分見えっぱりなんですけど、何をやっても勝てない。ね。 あの、野球やっても、うまあ野球はあんまり関係ないですかね。とにかくなんかいろんなことがあ自分が思うようにいかなかったり、えー、何かで一番になるっていう体験がなかなかできなかったんです。えー、だんだん、あの、見えっぱいな自分は、どん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 、こう、それが恥ずかしいって思うようになってきちゃって、えー、ある時、えー、両親に、お、今日お前野球行ってきたんだろうそ,うそうそうそう、お父さん、俺ホームラン打ったんだよ。 ああこの間かけっこあったなって。うん、そうそう、お父さん、俺一番だったんだよ。なわけないんですけど、あの、もう本当に、えー、両親は多分分かってたと思うんですけど、えー、そんな自分の、あの、つまんない嘘も、上手に聞き流しながら、遅そうか、よかったな。と,ところで、まさき、お前何が好きなんだ何がやりたいあ、まあ何が好きっていうか、 友達が野球やってたから野球で、まあなんか、あの、結構、みんなが塾行く、いった方がいいんだよね、多分。と思って行ってる。そういえばなんか自分で選んで、自分が好きだと思ってやってることは何かな、小学生なりによくわかんない。でも、その時に、そうか。自分が好きなことを、 探していけばいいんだ。すごい単純なんですけど、そんなことに思って。で、だん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 こう、自分の中で自分の好きなことを探しに行こう。今、周りにないから。そうやって、えー、小さいなりに駆けずり回ってですね、自分の好奇心みたいなのものなんかすごくパツッと火が入って、えー、それからはとにかく、行ったことのないところに行ったり、会ったことのない人と、恥ずかしいと思っても思いっきり話してみたい。えー 自分の性格と真逆なことをやってみよう。えー、そんなことを心してやるようになりました。で、まあ、とはいえ、なかなかこうピンとくるものが見つからないまま小学校、中学校を過ぎていくんですけど、えー、高校になってどんどんまたそれもエスカレートして、もう朝晩寝ずにいろんな人と会いました。日本で見つからないのだと思って海外に行きました。えー、いろいろハマってみました。なんかこう、音楽がいいかな。なんかアンティークが面白いかな。 車かな。いろいろ,いろいろやっていくうちに、だんだんこう、自分の中で、あの、そういうこう、自分がこう面白いよ感動したことを、だんだんこう、人に伝えていくうちに、それが共感できる人がいるんだということも、だんだん気づいてきました、ねえ。大学に行きました。僕は大学で建築を学びました。 あの、まあ、単純にすごくこう、建築という、その、様式というか、その、建物を作ることそのものにすごく憧れがあったんですけど、まあ、実際大学に入って、ね、いろいろ勉強してみると、あの、まあ、いろいろこう構造力学とかね、あの、歴史とか、自分が思ってた以上にいろいろ難しいこともたくさんあります。いやいや、俺はもう好きな建築家を見に行きたいなと思って、え、旅によく行きました。好きな建築を見に行こう、日本もそうだし、え、海外にも行きました。 そうやって見に行ってるうちに、最初は有名建築家の建物もあるんですけど、だんだんそれを見た後に夜その街で泊まった時のカフェとか、その街に泊まった時に見たインテリアショップとか、ギャラリーとか、グロッサリーとか、なんかすごいいいな。どの街に行っても違うんだけど、それぞれがすごく素敵に見えました。なんだろうそのうち、 そこの空間がとか、なんかこうデザインがっていうことよりも、その中にあって、例えばカフェならカフェ、グロサーサイならグロサーサイ、ギャラリーならギャラリー。その中にある人にとっても似合った空間だったりすると素敵だな。別にそれがすごく新しかったり、すごく珍しかったりしなくても、そこにいる人たちに似合う場所があることってすごい素敵だなと、そんなふうに思うようになりました。 だんだん、あの、そんな、走り回ってるうちに、あ、これ。感動と共感。なんか自分がいいなと思ったことを、人に伝えたいで。伝えると、いいね、それ。俺も行ってみたい。どんな、どんな。当時、デジカメなかったんで、プリントした写真を共有したこともあったし、絵に描いたこともあったし、一生懸命飲みながら話したこともありましたけど、 だんだんこうやって人に話していくと。いいね、いいね。そのうち、話しているうちに、こっちで見たものとあっちで見たものを自分の中でくっつけて、これとこれがこうなったら、すごい面白いかもしれないな、ね。そんなことをいろいろ考えるうちに、こう、感動を共感していくと何か広がるのかな。まあ、それでも、いろいろこう、わからないことはワクワクしながら、そして、あの、まあ、大学無事卒業して、あの、 会社に勤めました。会社に勤めたんですけど、あの、残念ながら、あの、3年、インテリアの会社だったんですけど、勤めたら、あの、会社の業績が悪くて、その部門がなくなってしまって、新卒で勤めた最初の会社とは、3年でご縁がなくなっちゃったんですけど、その時の仲間と、なんとなくこの時に思ってたことができるんじゃないか。その、自分が勤めていた会社でうまくいかなくなった事業を、 今で言う MBO みたいな形で、うまくいかない店舗をそのままお預かりして、僕らのアイデアで店をやらせてください。それが自分たちのウェルカムグループの最初のきっかけの、まあ、インテリアのお店なんですけど、ジョージズというお店をやりました。そしてその後にシボネというお店を作りました。あの、ご存知ない方も多いと思うんで、あの、17年ぐらい前に青山のベルコモンズ、今もなくなっちゃったんですけど、 えー、あそこの下に、ーシボねというお店を作りました。いろいろ学生の頃とか、あの、旅をしながらいろんな見たアートギャラリーとか、インテリアショップとか、もちろん仕事を通していろんな展示会に行ったりした中で、えー、まあ、国内もありましたけど、海外のいろんなところの影響を受けて、なんか単純に家具屋さんってつまらないな。雑貨屋さんでもないな。でもなんかその、一個一個の専門領域を超えて、 もっとこう垣根越えたノーバウンダリーな今でいうライフスタイルショップと呼ばれてますけどあの周りにたくさん素敵な先輩がいましたスタイリスト、えー、料理人 DJ この人たちに共通してるのは、まあ、料理人自分で作りますけどでもどちらかというと編集したりセレクトしたりしていてい,い野菜をいいお肉をいい音楽をいい洋服をそれをこう組み立てていく この人たちは普段はバイヤーの仕事じゃないけどこの人たちとバイヤーが組んだら面白い店できるんじゃないかなそんなふうに思って作ったのがしぼねでした最初は5日を6日ぐらいだったかなお店がだん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 いろんなことやっていくうちに増えていって最後300坪ぐらいのお店になったんですけど、えー、そんなしぼねをやっていたらそういえば近くにカフェがあったら素敵だな えー、当時、えー、とっても素敵な先輩で山本一さんにいろいろ教えていただいて、えー、カフェをやったりそうかカフェがあってインテリアがあってやっぱ素敵なグロッサリー作りたいなそこな時にあの縁あって出会ったのがあのディアン・ド・デルカでした、まあ、このこともいろいろあの日本のおアメリカで、えーまあ、ディアン・ド・デルカというのはニューヨークの,あのグロッサリーなんですけども 食べ物のセレクトショップというふうに言ってますがこのお店が、えーまあ、日本でどうやったらうまくいくだろうそれもいろんな人とこうちにだだんだん,だん,だん、えー、共感ししていきましたもちろんあの共感するだけじゃなくて自分で経営している事業としてやってるわけですからこれがちゃんと経営として成り立って利益を出していかなきゃいけないんですけど。 その時そんなふうに難しく考えていたわけではないんですが単純に一番信じたたのは直感でしたで自分一人の孤立した直感じゃなくて直感したことを人にぶつけて「いいね」ってたくさん返ってくると自信がついて「あこれならいけるかも」でだん,だん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 それが実現して授業になっていった、えー、そんな経験をして、えー、僕はあいくつかの授業を立ち上げることが今日までできています。 そんな、あの、時期を作っていくときに、もう一つ大事にしていることがあります。それは、経験よりも感性。つまり、そこで一緒にいい働く仲間。最初一人、まあ二人で始めたんですけど、だんだん、えー、仲間が増えていくときに、まあ、や、あんまり、こう、人がやってないことをやるのが好きだったので、もちろん経験値たくさんある人っていないんですけど、それでも、なるだけ、えー、同業で同じことをやっているような人よりも、 自分たちがさっき言ったこの共感。いいね。これがある人を採用して、そういう人と一緒にやろう。経験は自分たち一緒に積んでいけばいい。自分だってそうだったんだから。そう思って、えー、どちらかというと経験より。まあ、そういう意味では、あのーまあ、レストランをやっていたメンバーがグローサイに来てくれたり、商、え、社、ーえー、マンだったり、えー、ミュージシャンだったり。 いろんなあの全然違う職の人があの一緒に会社にの仲間になってくれて、えー、いろいろ悩みながらですけど一緒に作っていったことそれはとっても自分の中で大事な経験になっていますそんなあのお、まあ、いろんなお店を作っている中であの、まあ、いろんな事業を作っていくお店はやっぱ生きてると思います作って終わりではないです で常々、えー、こう変化をしていく中で、えー、感じるいつも自分たちが作った時の思いそこから何年も経って,ってどうだろう、えー、この変化はもちろん必要なんですけどある時すごい、えー、忘れられない出来事が起きましたそれが2011年の東日本大震災です当時シボネとかディアノ・デルカとか、まあ、どちらかというと晴れの時に使っていただくお店が多かったです で、そんなお店必要なんだろうか震災で大変な人がいる。僕は東京でしたけど、それでももう何にも、何が信じられるんだろう。とにかく何全てを失ってしまったようなそんな気持ちの時に僕らが届けていたストーリーやお店のやっていたことは何なんだろう。当時、柴根は青山ともいけ実は自由が丘という町にありました。その自由が丘という町で、 明らかに前を通り行くお客様が、この間までデザイナーやいろんなブランドの商品を探しに来てたお客様が、今それどころじゃない。そういう顔をされて通り過ぎていくのをすごく感じました。でもこの感じていることに嘘はつけないので、お店辞めるしかないかなと思ったんですけど、その時に聞こえてきたのが、自分にできることから。最初は震災復興のメッセージでした。 でもだんだん周りを見ていると、東京にいる人たちも、なんか、ボランティアに行ったりいろいろしながらかもしれませんが、自分にできることがあることって意外と嬉しいかも。そんな風に、大変だった震災だけど、でもそこから何かを気づこうとしているように、僕には見えました。だったらこのお店を閉じてしまうんじゃなくて、ここで自分たちにできることをやってみよう。で、今まであったお店を、あの、自分たちで、DIY で、 そんな時にリノベーションが大好きな長坂嬢さんというデザイナーさんに会って、彼と一緒に手でお店を作り、仲間と一緒にですけど、とにかく料理をすること、えーね、ハーブを育てること、メールじゃなくてたまには手書きでお手紙を書くこと、包装紙を買って自分の作ったお菓子を包んで自分で送ること、壊れた器を金継ぐこと、まあ何でもいいんです。でも 難しいことじゃなくて自分にできることってこんなに楽しくてで、そういうことを伝えられる店があったらいいんじゃないか。そう思って、トゥデイズスペシャルというお店を作りました。その時も、あれその時も同じで自分たちで直感に感じたこと、それをいろんな人にどうどうって言っていくうちに、だんだんこういうことかなって言って、こうやって授業が生まれていきました。 そうやって、あの、いろいろこう感じることを形にしていく。まあ、そんな中で自分たちの授業は、えー、育ってきたんですけど、あの、とにかくう、感じたことを形にするのは、そういう意味ではなかなかまっすぐにいかないことがあります。え、それでもお、めんどくさくても、しつこくても、粘り強くやることが自分たちは結果につながってきました。 うちの社員に言わせれば僕が一番めんどくさいやつらしいんですけど、とにかくとにかく諦めない。でも絶対に感じたことはなんか間違ってないはずだから。そう思って形にするようになって、えー、気づいたんですけど、小さく生まれてよかった。僕はチビで生まれたので、とにかく勝てるまで絶対にやってやる。見えなくてもやってやる。そう思ったなんか自分の粘り強さが今の自分の最大の強さになってるなと思います。最後に、 えー、自分の大好きなあの大切にしている言葉をここでシェアさせていただきたいと思います。タイトルにも美しく考えると書いたんですけど、えー、美しい考えは人を美しくする。これは僕らの会社のミッションでもあるんですけど、実はこの言葉には原文があります。美しいものは人を美しくする。GK デザインのエクアンさんという巨匠のデザイナーさんが 残された言葉で、僕はその方の最後の葬儀で、改めてこの言葉を聞いたとき、70年代、80年代、物のデザインの美しさを通して、世の中に美意識を広げていこうってした人がいたんだ。これからは、物だけじゃなくて、考え方とか、生き方とか、そのことそのものが、世の中を美しくできるかもしれない。じゃあ、美しいものだけじゃなくて、美しい考えが、人を美しくするんじゃないか。 世界中のみんなが、誰、皆さんも、誰かが作った服を着て、誰かが作ったご飯を食べ、誰かが作ったものに囲まれている。つまり、それが、そこに込められた思いを受け取りながら、多分、生きてるんだなと。そういう美しい考えが、連鎖して広がっていったら、少なくとも、世の中はもっとハッピーになるんじゃないかな。もしかしたら平和にもなるんじゃないかな。 そんなことを馬鹿みたいに本気に信じて、えー、今でもまっすぐやってるつもりでいます。今は、あの、そういう、まあ、エコワンさんにも学んだそういう美意識、特に日本人として持ってる美意識が、もしかしたら世界に通じるかもしれない。いや、絶対に通じる。世界にいろいろ見せてもらって、学ばせてもらった分、これからは日本人として日本で学んだこの美意識、感覚を 何らかの形で世界に広げたいそんな風に思ってこれからも頑張っていきたいと思っております今日はご清聴ありがとうございました